千葉大学の中山でございます。あの今日はこの新しいクレストの領域について、えー、この説明会にご参加いただきありがとうございます。あの、免疫学の基礎研究も含めて、えー、こういう領域ができたことについてはですね。あの免疫記憶ということで、まあ、オブリウス感染症が中ですけれども。 あのワクチンの開発ということの原理をもう少ししっかり、えー、研究進めるというような背景がございます。で、えー、免疫記憶の理解とその制御に資する医療シーズンの創出というテーマになりました。で研究開発総括は私、そして、えー、研究開発副総括は大阪大学の武田教授にお願いしてございます次お願いします。 この文部科学省の研究開発目標というのはです、ね、ちょっとあの言葉が違いますけれども、大きな意味はございません、免疫細胞に宿る記憶の理解ということになっておりますけれども、免疫記憶の理解とご理解いただいていいと思います。まあ、免疫記憶という現象については、ここに申請しようという先生方はよくご存知のことと思いますで。クレストですので、まあ、到達目標というようなことが書いてあります。 でそこをちょっと見ていただくと、本研究開発目標では、がんや感染症、アレルギー、自己免疫疾患などで共通する免疫記憶機構を近年の最先端の研究技術を駆使して統合的に理解し、これら疾患を予測、制御する医療施術の開発を目指す、具体的には以下の4つの達成を目指すということで、私たちが考えておりますと 達成目標といいうのが4つございます、えー、人免疫記憶の形成、維持、消失にかかる基盤的理解、人免疫記憶を介した新たながん免疫機構の解明、ウィズポストコロナ社会における新興・最高感染症に対する人免疫記憶の理解、えー、人免疫記憶の理解に基づいた新たなアレルギー疾患、自己免疫疾患の新規制御手法の開発と。 こういうことで、まあ、見ていただきますと、人というのがすべてに入っております。それから免疫ですので、感染症に3番目のですね、感染症という観点で見ますと、生体の方の、人の方の,あのレスポンスといいますか、免疫応答の解析という観点が、この3番で私たちが考えている目標であります。 免疫,免疫学の基礎研究、それからあ免疫記憶という研究を最近はしております。えー、次、お願いします。武田先生のプロフィールですけれどもあの、申請しようとされている先生方はもうよくご存知だと思います。あの大阪大学の教授で、今、免疫フロンティア研究センター、WPI の拠点長をされています。直感免疫、粘膜免疫の世界的なリーダーという位置づけで研究されています。次、お願いします。 この図はポンチエとしてもう出ていると理解しておりますけれども、背景として SARS-COV2 パンデミックにより、人免疫記憶の解明、そしてその理解がワクチン開発も含めてです、ね、非常に重要であると。どうして副反応が起こるか、重症化するときに何が起こっているのかというときに、免疫の側のですね、特に人の レスポンスについてこれまで理解がまだできていないというような認識がございますそれからがんや感染症それからアレルギー・自己免疫疾患という具合に免疫記に関する他の疾患についてもこの研究開発から何らかの方向性が出てくるコンセプトが新しいコンセプトが生まれるというようなことを期待しておりますで、あの我が国、まあ、免疫学の研究は非常にあの。 世界をリードししてきました、まあ、その実績とともに最近のシングルセルレパートラー解析など最先端の技術を使ってこの免疫憶という現象を解析しメカニズムを解明しそして理解しようというそういう方向性だと思ってくださいで。右に書いてありますこの絵ですけれども人免疫憶の基盤的理解、まあ、理解が行われた後に それを促進する増強するということでがんの治療そして感染症の治療それと反対にですね免疫力の制御する、まあ、弱めるというような観点からアレルギーや自己免疫疾患の制御が可能ではないかという漠然とした考え方がありますでこれについてメカニズムそしてその後で新しいコンセプトが出てくるということを期待しております。 それから、この4つの到達目標の細かい点については、こういう例もあろうということでございますので、何もこれに限ったことではありません。ただ、この1、2、3、4のイメージは、この細かいところの、あの今、黒で書いてあるところからご理解いただけると思います。まあ、将来的には、下の未来像って書いてありますけど、免疫系が関与するがん、感染症に対する個別化予防医療の実現。 治療ですね。えからアレルギー疾患自己免疫疾患が再発なく完治すると、まあ、あの対症療法ではなくて根治療法につながるということが予,予測できますそして安全有効それから即効性安全なワクチン開発というのが今後重要になってくると思われます。で人ののの免疫記憶の理解にに基づいた各疾患の制御により、り、健康寿命の支援が可能となり えー、この研究費があ国民のために資するというそういうあの展望もぜひ持っていただきたいと思います次お願いしますここからあの研究開発領域の概要について、えー、書いてありますけれどもあの公募要領をあのしっかりお読みください、えー、ポイントだけ、えー、かいつまんで申します、えー、この一のところで上の方に書いてあるものは感染症だけではなくて アレルギー、自己免疫疾患、こういった免疫が関係する疾患の,あの予防治療法の開発ということも念頭に置いていただきたいということですね。それから、えー、免疫記憶と言いましても、いわゆるワクチンで考えられる生体防御に資する有益なあ記憶免疫と、それから病気を起こすような病原性記憶免疫があるというようなことを念頭に研究を進めることで、そして、あの それぞれのこの p レ e s に入ってくる研究者の中で情報交換をすることによって免疫記憶現象において新たなコンセプトが導き出されると、まあ、これは基本原理でもいいですし治療法の開発という意味でもいいですのでそういったことを期待しています次お願いしますそしてあの最先端の技術ということを考えたのはですね何か新しい 技術的なブレイクスルーが起こるとそ,こその技術を用いて随分我々のサイエンスの認識もしくは手法そして今回は人の免疫と免疫のメカニズムというものが進むんですねしたがってそういうものをぜひ積極的にご利用いただきたいということがこの最初のパラグラフに書いてある私たちの思いです。 それからあの疾患の対象というのは先ほど申し上げたようなもの以外にもあのあるだろうということも考えております。これはご提案の中で、えー、自由に、えー、書いていただければ研究を進めていただければと思います。次お願いします。で、人の免疫学研究なぜっていうことなんですけれども、あのこれまでまあインブレッドのマウスにおいて、えー、研究が免疫の研究はあのされてきました。 また HLA を含めて多形性があるといろいろな反応があのばらつくということもあってインブレッドのマウスが非常にあの有用でしたただあの我々人はあのインブレッドはございませんのであのそういったえマウスのとか動物モデルでの研究で出てきたコンセプトをあの人でえプルーフするというようなそういうあのことが重要であると考えます。でえの マウスの研究と人の研究があの並行してですね進むということが重要ではないかと思っております。で、人の研究だけにしますと今度はあのいわゆる介入という観点では非常に難しいあの倫理的に難しいケースが出てきますので、あの人の解析だけだといわゆるあの観察研究といいますかディスクリプティブな研究になっていくということでこのマウスと人のあの。 研究が並行して進むということの中で一つの,あのやり方としてはマウス等の動物実験モデルで見出した試験を人や患者さんでそれを検証するプルーフ・オブ・コンセプトの研究が計画されていることが非常にあのこの領域の研究を進める上で重要ではないかと考えています。次お願いしますこれはあの先ほどの感染症と同じで、えー クレストだけになりまますす次お願いしますチームの体制ですけれどもあの、えー、中心になる方はあの免疫に少なくともある程度関係している免疫抑を研究して7かの方で研究している方になるのではないかと思っております。でその研究を進めるにあたってですねあの、えーまあ、3行目4行目に書いてありますけれども、えー 基礎臨床に加えてバイオインフォーマティクス構造生物学代謝数理モデルケミカルバイオロジーイメージング微生物学等の分野で、まあ、独自の解析技術を持つ先生方に加わっていただいてそしてあの中心の先生の研究を進めていただくと相乗的に進めていただくというようなそういうイメージですで次の10から15年の免許分野を世界レベルで牽引する 強力で機能的な研究体制を組織していただ、きたいと考えます。そしてあのコンセプトが創出できるというのが一番あの期待しているところでありますけれども、こういった解析のもとに何かが開発される、治療法の開発に資するという観点で、えー、いろいろ多様性に富んだ若手中堅の研究者がです、ね、この免疫記憶研究、そしてワクチン開発をも含めた、こういった疾患研究、 の治療研究に参画していただくということがあ我々のお願いでもございます。次お願いします。これはあの公募要領にも書いてあると思いますので、細かいところは見ていただいて、そしてあのこれに限ったことではございませんので、いろいろこの一二三四はどこに入るかっていうのはあのこの例を見ながら考えていただければと思います。次お願いします。これも同じですね。次お願いします。 で、あのその他の疾患についても、あそれを排除するものではありません、えー。独創的な仮説に基づいた研究提案を歓迎しますということです。次お願いします。留意点ですけれども、あの先ほどから人って申しましたように、えー、動物モデルだけの研究計画は、まあ推奨していません。で、えー、人の検体については倫理申請といろ,いろあの。えー ハードルがございますので、それはあの申請後に速やかにその手続きが行えるということが分かればいいということにしております。次、お願いします。これはあのマイルストーンを考えながらということ、それから、もしうまくいかなかった場合に、ここはあまり強調していただくということは必要あまりないと思いますけれども、あの公募要領に従ってしっかり思いを書いてください。そしてあ,のあくまでも、 仮説とその合理性と書いてありますがこれまでの実績そしてこれまで得られた知見から提案されるテーマが実現可能であるということを見せていただくということが重要かと思います。次お願いします えー、あの領域全体としては、です、ね、A メドワクチン開発のための世界トップレベルの研究開発拠点の形成、まあ、フラッグシップ拠点とかシナジー拠点とかっていう言葉が出ておりますけれども、そことの積極的な総合連携を目指します、それから、えー、日本では日本免疫学会、えー、関連学会との共済シンポジウムなどをして発信する、で海外は日米医学計画、それからあ免疫記憶ワクチン国際研究会などを使ってですね、 あくまでもあの情報交換等を進めながら国際基準でのあ素晴らしい評価を得るということを目標にしたいと思っています次お願いしますでメッセージですけれどあの次のあ繰り返しになるところもございますけれども10から15年の免疫力分野を世界レベルで牽引する協力で機能的な研究体制を組織して応募してくださいということそれから既存のあ研究の延長ではなく 免疫分野の新しい概念を生み出すような独創的なあ提案を期待しますということですね。それから、免疫学はもとより周辺非分野も含めて多様性に富んだ若手中堅が入っているということは非常に魅力的に映ると思います。それから、日本の免疫学関連領域の将来を担う若手研究者からの積極的な提案を期待。そして、えー、マウス等のモデル研究だけではなく、人の疾患を熟知した あ、臨床研究者との秘密、緊密な連携等をこういったあの連携があのできるというのは、非常に将来的にもあの日本のサイエンスを伸ばす上で重要と思っています。次お願いします。これ、最後ですけれども、独創的創造的な提案をまあ、あの自由に、そして魅力的なものを書いていただいて、私たちにあのお示ししていただければと思いますえ、私からのあの説明は以上になります。